南郷十八丁目駅は、北海道札幌市白石区南郷通り十八丁目に、ある、札幌市営地下鉄東西線の駅である。駅番号は、T16。計画時の箇所は、流通センター前駅だった。地下1階に改札口とコンコース、地下2階に2面2線の相対式ホームがある。出入り口が3箇所ある。ホーム、改札館及び、コンコース。 地上間にエレベーターが設置されている。札幌市交通局によると2019年度の1日平均乗車人員は1万859人であった。近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。駅は南郷2と清田2の交差点直下にある。南郷18丁目バス発着場1982年3月21日に共用開始した。 南郷18丁目バス発着場のほか、周辺路上に停留所が設置されている。2019年12月の平日1日あたり、スクールバス等の飛行時便を除く発着便数は、バス発着場、路上停留所を合わせて392便。2021年4月1日現在、路線詳細は、事業者、営業所記事を参照。このほか、国道12号沿いに JR、 北海道バス空地線と夕張鉄道の流通センター通停留所があり、札幌都心方面などの発着がある。ありがとうございます。